そっか、車で。いや嬉しいですね。なんか朝聞いてるっていうのが一番いいかもしれない。あ、そうなん。なんかどのタイミングで聞くかによってもさ、そのラジオの雰囲気って変わりません？まあ確かに、この時間帯に聞きたいラジオみたいなのあるじゃないですか、うん、夜に聞きたいラジオもあれば、朝起きてのその通勤時間とか通学時間に聞きたいラジオとかいっぱいあるじゃないですか、ね、これどっちなんだろう。コトパンって難しいな。でもマヤシーが結構落ち着いてる声だから、うん、だから夕方から以降のラジオにぴったりな声だなって思うけど、私が結構うるさいから、うん、うるさい、あのなんて言うんだろう、朝に目覚まし代わり、そう目覚まし代わりみたいな感じにもなるよね。きっと。そっかそっか、どっちも兼ね備えているっていうことで、まあ、確かに。まあこれ収録してるのも朝ですからね。そう、実際私たちは朝に収録しておりますがね、うん、いつもね、はい、テンション的には朝のテンションなんですね、きっとね。はい、でも嬉しい。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。だって毎日1時間だよ、車で。確かに車で1時間って相当だね。いやすごいよこれ、電車と全然ちゃうやん、うん、車運転しながらって。確かにそうだね、うん、安全運転で今も聞いてるから。そうだね、安全運転、右見て左見てって言っときましょう。安全運転で。山下さんのナビは大変そうです。今日も行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませ。頑張ってね。ありがとうございます。というわけで、はい、皆さんからの言霊メールをご紹介しました。